のお金のの払いい方っていうのが沖縄県の基地を置いてる土地を貸してる人たちにめちゃめちゃお金払うシステムなんですよ。 残念ながら頭の悪い反対の人たちがそういうことはわからないってことなので頭の悪い人たちっていうのは誰のためにやってるのかなっていうふうに思ってます最近のオール沖縄の動向沖縄がヘイトを受けていると国連に訴えることで海外勢力が海兵法の名のもとに付け入る隙を与え軍用車両の行動走行禁止中国の新興戦はスルーなどなんか不安です私はネトウヨですかなお玉木デニーと入力したら外貨入手で予測変換されました よく誤解をされてるんですけど僕はあの日本政府の考えと違う考えを持つ人を知事にしてそこのその県自体を幸せになることの最大を追求するというのは僕は正しいと思ってるんですよ。 日本としてはこうすべきだよねっていうのと青森県に住んでる人たちが青森県民の最大幸福を考えるっていうのであれば僕は日本政府のの方方針針ととずれた方針を持つ青森県知事が出るのは正しいと思うんですよそれは青森県の幸せを考える人がやっぱり青森県の行政のトップであるべきじゃないですか。 沖縄県民の幸せを優先して考えますよ自民党とか日本政府クソだよねって言ってるのは僕は沖縄県の知事としては正しいと思うんですよなのでよく誤解されてるんですけど僕玉城デニーさんは知事であった方がいいと思っていますただ沖縄に基地が必要かという国政としての日本政府で言えばそれは必要ですよね っていう話なんですよなのでじゃあ沖縄県の人が満足する形今よりも幸せになる形で基地を置くにはどうすればいいですかっていうところの話をすべきだと思うんですよね別のところでもあの僕話をしてるんですけど沖縄県に基地を置くっていうのでこれだけの負担があります も毎年2兆円もらえるんだったら佐賀県に置きますっていう佐賀県知事が言う場合もあってそうすると2兆だったら1兆9,000億円で沖縄に置きますよって沖縄が言うんだったらじゃあ沖縄に置いた方がいいよね。 じゃあその1兆空9保険っていうお金を沖縄の人に配った方がいいよね結果として米軍基地を受け入れることで沖縄県の人はより豊かになるよね日本政府としても沖縄に安心して基地が置けるよねその代わりじゃあ沖縄県の人に1兆9千億円払うために日本国民としては1億人が1人当たり1万円ぐらい払いますよっていう形で日本国政府としても沖縄に基地が置けるし沖縄に人も幸せになるよねっていう形の方がいいという風に 僕は思ってるんですよなのでその今の基地反対派の人たちがやってるのはいかがなものかなと思ってるしでもただ今のお金の払い方っていうのが沖縄県の基地を置いてる土地を貸してる人たちにめちゃめちゃお金払うシステムなんですよ。なのでその沖縄県の辺野古に移転したくないよねって思って。 てる人たちの中に普天間基地の地主もいるんですよ普天間の地主の人が基地移転したらお金もらえなくなっちゃうんですよ もちろんあの他のビジネスの使い方あるじゃないかみたいなのあるんですけど、他のビジネスやってもうまくいかない可能性もあって、そうすると、普天間を普天間で残り続けてくれた方がいいので、辺野古の基地の反対活動をしたり、工事が長引いてくれた方が、地主としてはお金が増えるよね、利益が増えるよね、という考え方もあるんですよね。 というのもあって結局その地主はどっちに転んでも儲かるんだけどその基地があることで困ってる人とかじゃあその米兵に何かされましたっていう人って一般市民なんですよ。でも沖縄の一般市民にお金回ってないんですよ。米軍関連の産業をやってる人とか米軍基地に地主を貸してる金持ちとかが儲かっていて苦労してる人たちに全然お金が回ってないからそれよくないんじゃないの 辺野古の基地が反対派が頑張ってくれて伸びた方がいいから、辺野古の基地のその運動活動というのを支援する人というのがどっからともなから割れて、その人たちのお金がどこから出てるのかなみたいな陰謀論もあるんですけど、っていうのもあったりするので、なので僕は今の仕組みではなく、あくまでその沖縄県民にお金が回るっていう形にした方がいいんじゃないかなと思ってるので、なので玉木デニーき、 知事が運営することには賛成で沖縄の基地というのの辺野古移転とかはされるんだけど、ただそれに関してはそこまで負担されるんだからバンバンお金日本政府払った方がいいよねっていう形にするべきで、そのためには米軍に対してどう立ち向かうかっていうのを日本政府がやるべきで、沖縄の人たちっていうのはその米軍の負担をいっぱいありますっていうんですけど、東京都はその負担を押し付けてるじゃないかっていうなんですけど、東京都めちゃめちゃ米軍 に負担してます横田空域っていうのがあるんですけど東京から大阪ってまっすぐ飛行機飛べないんですよ。 なんで飛べないかっていうと、横田基地の上空っていうのは、横田基地の完成に上飛んでいいすかっていう許諾をもらわないと飛べないっていう、制空権を米軍基地に持たれちゃってるんですよ。そのせいで、あの ANA とか JAL とかが大阪へ行こうとすると、なぜか太平洋経由になるんですよね。もしか日本海経由。っていうので、ぐるっと回んなきゃいけないっていうのがあって、横田空域っていうのっておかしいじゃん。うーと、正しいんですよ。 なので、昔、山口県とか沖縄にあった米軍の区域あったんですけど、それを返還させたんですよ。なので、沖縄は自由に日本の飛行機飛べるし、山口県の上も自由に日本飛べますと。でも、横田基地はまだ返還できてないので、結果として東京都の人があの飛行機でどっか西側行こうとするときに、めっちゃ困るっていうのがずっと続いてるんですよ。 なのであの、東京は負担あるよねとか六本木ヒルズの隣にあのなんか山王ホテルとかいうフリーポートがあってそこが米軍の関係者が自由に使ってるみたいなあの土地 たらめちゃめちゃ儲かるんじゃねとか。っていうのもあるんですけど、そこも東京都があの、まあ、使えなくて、アメリカが使ってるっていうのもあって、実は東京都って負担結構大きいんですよ。っていうのもあるので、僕はその、米軍の優先事項っていうのをなくすべきだよねっていうところで、日本として米軍とちゃんと交渉し直すべきだと思うんですよね。米軍基地の米兵とかがやらかしたものっていうのが、米軍がやった行為っていうのは違い法権だよねっていう形で、日本で何らかの行為をしたとしても、結局その米軍がそれを裁きますって言って、 はい無罪って言ってアメリカ戻っちゃうっていうのもあるんですよねただそれって米軍のあくまで米軍の活動の一部なのであればそれはその米軍が裁きますよ ただ、じゃあ、その、米軍が、の基地の働いてる兵隊さんが、どっかの繁華街で事件を起こしましたってなったとしても、それは米軍の活動の一部ですという形になってしまって、よほどひどいことをしない限りは、結局日本に裁判権がないし、日本の警察も逮捕できないよねという状況になってるんですよ。他の国にある米軍基地どうなのとか、ドイツとかイタリアとかになると、米軍基地の兵隊が繁華街で事件を起こすと、普通にドイツの警察官に逮捕されて、ドイツの裁判所です。 裁かれるんですよなのでそもそも日米地位協定というのがあってアメリカが優位だよねっていう形で契約を結んじゃってるのでそれをまずドイツだったりイタリアだったりと同じように米軍の兵隊として本当に活動してたんだったら日本の裁判所が入るとか日本の警察が入るとかまずいよねと。っていうのはあるのでなのでそこは平等にしようねっていう契約のし直しは必要だと思うんですよね。今でも米軍基地って 日本政府だったり、その沖縄の行政だったりが入るの不可能なんですよ。入っていいですかっていうので、許可をもらわないと入れないんですよね。でもあの、ドイツだったり、イタリアだったりとか、その地方自治体っていうのが監査をする権利っていうのがあるんですよ。ないとは思うんですけど、例えばじゃあそのアメリカ軍が基地の中で、コカインとか大麻とか作りまくってて売ってますってなっても、でもそれ調べられないってなったら困るじゃないですか。 なので、一応、監査権ありますよっていうのが、地元の自治体持ってるっていうのが、そのヨーロッパとかは普通なんですよ。でも、そのヨーロッパの普通を日本の人たちは知らないので、なので、米軍っていうのは日本人が入れないものだよねって思い込んじゃってるんですけど、明らかに不不平等な条約を結ばされてるんですよね。日米地位協定っていうのは。 詳細ずれたらすみません。っていうのがあるので、僕はだから日本政府と沖縄っていうのがきちんと共同してアメリカと交渉し直すっていうのをやるべきで、日米基地位協定っていうのをきちんと平等な形にすることで、東京の人も、あ、よかったね。あの、大阪までストレートできるようになったよねとか、米軍の兵隊が何かやらかしたときは、ちゃんと沖縄の警察が逮捕して裁判できるようになったよねっていう方が、長期的には良いと思うんですよ。 なのでその沖縄のことが分からんやつは口を出すなっていうのって僕は完全に間違ってると思ってて日本の問題として日本とアメリカが交渉するべきなので沖縄100万人住んでる沖縄1%なんですけど99%の日本人の問題として地位協定解決に結ぶべきで分かりやすい被害者としては沖縄の人たちがいますよっていう形にした方がいいと思ってるんですけど残念ながら頭の悪い反対の人たちがそういうことは分からないってことなので頭 悪い人たちっていうのは誰のためにやってるのかなっていうふうに思ってます、えー、広くさん後もは34歳経営者ですユニオンは企業に方向用して同活しても労働運動の手を取っていれば全く警察は動きませんでしたしかし近年組合員がいない会社のトラックを人の壁で塞いで強括した連中が脳を含め逮捕され政治家とのつながりまで大きくことなりました力さんの沖縄ツイートに反発しているコミュニストはビジネス的な抗議活動の実態暴れたく暴かれたくないから反発論でしょうか正しいことをやるためには 多なのでその結局その正義とか法とかを守るべきだよねっていうのを本心から言ってるんじゃなくてその自分たちの目的を達成するために法を守るべきであるとか正義を守るべきであるって言ってたりするので目的達成のためであればあのこっそりバレない形で違法行為をするのは OK っていうふうに思っちゃってる人も結構いるんですよ。 一応なんかガンジーさんとかは、そのなんか目的がどこであれ、正しい行動でやるべきだよね、みたいなこと言ってたって。じゃあこういう時の話でも必ずガンジーさんっていう名前が出てくるじゃないですか。で、それぐらいやっぱりその、な人だったってことだと思うんですけど、でもやっぱりその、目的が正しかったとしても、行動もきちんと正しくすべきだよねっていうふうにみんなが思ってるので、結局ガンジーさんって今でも名前を出されるってことだと思うんですよね。同じこと2回言った。なので、あの、僕はやっぱりその、その人が、 共感するとかっていうのはやっぱりその法を守ったりとか暴力をしないというのは大事だと思うのでなのでなんか暴力をしてる人たちがなんか非暴力的な抗議みたいな嘘をついてでじゃあそれ手伝ってみたら実際この人たち暴力やってましたってなるとやっぱ「おいおい俺たち騙されてるじゃん」とかその暴力行為の片棒を担いだことになっちゃうじゃんってなっちゃうのはよくないと思うんですよね。 なので、あの、事実をちゃんと言って、まあ、暴力行為やります。俺たち暴力行為も違法行為もします。それでも応援してくださいっていうのであれば、それで応援する人は別にいいと思うんですよな。なので、ただそれで応援してる人が何人いるかっていうと、今、そのトラックを止めに来てる、あの、十何人の人たちだけしかいないっていうのが多分現実だと思うんですよね。 と今日のアベプラ見ました自称座り込みをする方たちやその代弁者の方たちよりも大場さんの人がいに思いを寄せた人たちの方が多かったかなと思いました他の人たちは身内ビーキや這い叩き言動をやめて自己内製をしない限り大衆に共感される必要ないと思ったのですがあの方たちはこのままずっと同じ言動を続けるのでしょうかバッカンの壁のようなものなんでしょうか同じ言動をし続けるのがビジネスになっている人たちがいらっしゃるので 結局その記者の人たちってあのそれで新聞売って金もらってるのでなので同じ言動をし続けてその揉め事がずっと続いてくれた方が金儲かるよねっていうのだと思うんですよね。僕がそのじゃあ日本全体の問題だから国会議員にちゃんとその沖縄口なんとかした方がいいねっていう派閥を増やしてでそのじゃあ佐賀だったりそのなんか他の地域にお金が落ちるようにしたりとか沖縄に落ちお金が落ちるようにした方がいいよねって話をしたんですけど。 安倍さんっていう沖縄タイムスの人って僕の考えは良くないっていうのは言ったんですけどじゃあ具体的にどうするべきその「オーブンに負担すべき」っていうんですけどオーブンに負担すべきっていうのをじゃあどうやって進めるの それは、その国会で、じゃあ、ブ分に負担するという法律を作るとかであれば、日本の国会議員の半数以上が、そのオーブ分負担っていうのに同意をする形にしなきゃいけないんですよ。オーブ分に負担すべきだよねっていう理想を言うのはわかるんですけど、そのために現実どうやって進むべきかっていう話を僕はしてるんですけど、そういう具体的な話をしないんですよね。で、じゃあなぜしないのかっていうと、多分解決したくないからなんじゃねえかなっていうふうに僕は思ってるんですけど、本当に未来を気にしてるんだったら、道路止めるのやめてほしいって、 ったんですよ、ね、結局沖縄高専っていうところがその辺野古の基地の先にあるんですけどであの道路止められるとあの1時間ぐらいあのまあ1時間20分か20分ぐらい止められると普通だったらバスであの学校に間に間合うところが遅刻するんでするよいつもだったらそのまあこの時間にそのトラック止められるからちょっと早めにバス乗りますっていうのがあってもやっぱり道路の状況でその間に合わなくてその道路でトラック止めてるところに引っかかっちゃったりするんですよ。そそうするるとあのの結局そこでで分待たされるので結果 としてあの授業遅刻になりますみたいなのがあって反対するのは全然いいんですけど道路止めるのやめてほしいんですよね <laughs> って言っててそりゃそううだよねねっっていうふうに思ったんですよ、ね、一応その,あの反対派のトラックを止めてる人たちの言い分としては15分でも20分でも止めることによって工事が遅れるという主張をしてるんですけど別に工事の進行とは全く関係ないんですよね。 20分遅れましたって言ってトラックが入ってで砂バーってやってでそれで別にその砂全部置き終わった後なのであの結果としてその日にやらなきゃいけない作業は全部終わってるんですよ。で最後の便が15時なので多分まあ30分が遅れて15時半に入ったとしても別にそれであの砂捨てるっていうのは砂を入れるっていうのはできるよねっていうそういう予定の構成をしてるのでその毎回毎回10分15分を遅らせるというところで工事の納期自体に影響はほぼないんですよ。でただ 工事が遅れた場合の言い訳に使われるんですよ多分その普通に考えたら納期が遅れないようなスケジュールで入れてるんですけど今その,辺その辺野古の基地をもともとじゃあこの期間であの埋め立てれば基地作れるよねって言われてたんですけどその地盤が柔らかいところが見つかってしまったので結果としていつ工事が終わるか分からないという状況になってるんですよ。 なのでそれで納期多分伸びるんですけどだから納期伸びたじゃねえかっていうので文句を言うっていうそのカードがもともと地元民にあったはずなんですけどその毎回毎回15分とかを止めるやつらがいるからあのせいで納期が伸びたんだよって言われるといやいやそんなことないですとも言えないんですよ。 なので、そのなんか、工事の納期が遅れるための言い訳を一生懸命与えてらっしゃる方々だと思うんですよね。で、その地元の人たちの、まあ、地元の高校生は、そのトラック止められることに困ってるっていうで、渋滞するからめんどくせえって地元の人も思ってると。っていう状況なので、なんか、果たしてあれは誰のためなのっていうのがよくわかんないですよね。なので、その、要はあの反対運動を続けているという自分たちの価値観っていうのを、そのまま残したいっていう自己満足が割と強いんじゃないかなと思うんですよね。